こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。そう、竜型潜水艦は、ようやく計画の12番艦までが進水式を終え、11番艦欧流潜水艦までが任務についている。この潜水艦日本で最強なのは、どの潜水艦といえば、やはり12番艦。東流潜水艦だろう。日本が推し進めてきた、スターリングエンジンにも限度があり。潜水艦は、限りあるスペースを大きなスターリングエンジンに、奪われていたのも事実。しかし、欧流潜水艦からは、リチウムイオン電池を搭載、スターリングエンジンは姿を消した。今現在、原子力潜水艦と互角の勝負ができるようになっている。通常動力型潜水艦では世界一だろう。ディーゼルエンジン足すリチウムイオン電池のハイブリッドで世界に革新が起きた。これからの潜水艦性能の方向性をぐっと変えた。先行進路や能力も桁違いに上がっているだろう。それを証明する事件が起きていたのを知っているだろうか？そう。南シナ海に突如として現れた黒潮潜水艦のことを。では、少し状況を話していこう。南シナ海といえば、近年、中国の海洋進出が目立ち、緊迫した海域といえましょう。この緊張地帯で15年も潜水艦訓練を行っていたのに、ただの一度も発見されなかったという事実に驚きですね。その理由は何と言っても、黒潮の性能や隊員の優秀さに起因するものではないでしょうか。しかし、15年間という長い時間、全く発見されることなく訓練を続けていたというのはすごいことだと思います。しかも、相手はあの中国ですから、自衛隊の潜水艦がどれほど優秀なのかが証明されたということではないかと思います。では、黒潮に関して、なかなか良い記事が見つかったので、下記に紹介したいと思います。安倍首相の中国訪問と潜水艦訓練、防衛省は海上自衛隊の潜水艦黒潮がベトナムのカムラン港に寄港したと発表しました。その後、台湾とフィリピン間のバシー海峡を通り、大型護衛艦、加賀と合流。加賀と護衛艦2隻は長期訓練中で、黒潮と共同で9月13日、南シナ海において訓練を実施したそうです。通常の場合、自衛隊関係の訓練は何と言っても国防に関わる重要事項ですから、日程や場所を明らかにする必要は何もありません。極秘とされ、外に漏れるのを厳重に禁止しているはずです。ところが、海事はあえて公表しました。そのわけは、南シナ海で G 行動を展開している中国海軍へプレッシャーを
与えるためと推測されています。2018年のこの時期、安倍首相は10月に中国を訪問することが決まっていました。そして中国はアメリカファーストを叫ぶ。トランプ大統領と貿易問題で激しく対立していました。挙句には貿易封鎖されるのではないかという憶測が現実味を帯びてきた時期でもあったのです。だからこそ安倍首相を味方に引き入れてアメリカに譲歩を迫りたいのが中国。アメリカの対中制裁の影響で自国の景気が悪化しないよう、ある程度の理解を示し、中国に譲歩させたいのが日本。二国間での駆け引きを前提とした訪問と言われていました。ここで、日本としては、せっかく珍しく中国から頭を下げてきているだから、この機会に何か譲らせることができるのではないかという考えだったようです。確かに、手強い相手が頼み、ことをしてきたら、この機に自分の言い分を聞かせたくなりますよね。となると、ここは強気に出て、相手にガツンと一発かますぐらいした方が外交上は有利になると考えられます。何と言っても相手中国の方から協力していただきたいと言ってきているわけです。と言ってもいつも通り、中国側はせいぜい遺憾の絵を示すだけと推測されます。国内向けには日本が下手に出たという体裁を整える必要がありますからね。日本はガツンと一発かまそうと思ったためか、当時の防衛大臣小野寺五天氏は、9月18日、日本の潜水艦黒潮は、15年前から南シナ海で訓練を実施していたと公表したのです。15年前の2006年、平成18年は小泉純一郎が首相で、靖国神社参拝で中国、韓国の両国と揉めていました。この時、すでに中国は南シナ海へ頻繁に侵入するなどしていたのですが、アメリカはもちろん、当事者であるはずの日本も見て見ぬふりをしていたのです。表面上は沈黙していたのですが、水面下では密かに南シナ海に潜水艦を派遣し、情報収集活動などを行っていたということになります。そして訓練については、特定の国を念頭に置いて訓練しているものではないとは言っていますが、中国を想定した訓練であろうと簡単に推測できますね。黒潮などの潜水艦が行っている訓練というのは、中国軍の艦船や潜水艦の情報収集はもちろん、相手がこちらの潜水艦を探知できる能力の有無を確認しようとするものです。仮に中国海軍が日本の潜水艦を発見したら、絶対大騒ぎするはずです。それが何もなかったということは、15年間、
たったの一度も中国海軍が黒潮を発見できなかったということを意味しているのです。この事実だけでも、軍事大国中国の海軍が世界に大恥を晒したということになるでしょう。黒潮潜水艦の快挙と言っていいでしょうには、多くの人が驚き、喜んだと思われます。こんなに高性能な潜水艦があったら、中国がしょっちゅう領海侵犯している日本周辺海域も万全だろう。ひとまずは安心だと感じた人もかなりの数いたと思います。潜水艦は基本的に海中で活動するわけです。見えない相手にとっての脅威となりますし、周辺国に対して牽制できることにもなるでしょう。黒潮は本当にすごい活動をやってくれたとしみじみ感じます。もう、すでに、世界に、バレバレの IHI 社製、次世代ジェットエンジン、XF9 プロトタイプ。新たに入手した情報と合わせて、詳しく見ていきますね。この静かなる防衛でも、何度もお伝えしていますが、今回ばかりは、米英が注目するのがわかります。中国の反応も、面白い記事を見つけ、技術が追いつかないことが分かったみたいです。防衛省が2010年8月に公表した将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンにおいて、次世代戦闘機 I3 ファイター、I ファイターがいわゆる第6世代国国産戦闘機のコンセプトモデルとして提唱された。この I3 ファイターの I3 とは、高度な情報化、インフォームドと知性化、インテリジェントされた戦闘機によって、敵を瞬時、インスタンタヌアに叩くとの3つの単語の頭文字で、現在運用している平成の冷戦、ことへ普通戦闘機の後継機種として、三菱重工業を主管とする国内企業7社によって開発が進められていて、F2 の後継機種であることから、F3 あるいは FSX、次期支援戦闘機と呼ばれることもある。防衛省では、2020年度、令和2年度、防衛予算において初めて開発予算して以来、これまでは、この I3 ファイターを将来戦闘機呼んでいたが、2019年12月公表の我が国の防衛と予算、令和2年度予算の概要案では、次期戦闘機を正式な呼称としている。この次期戦闘機は純国産化を目指しており、F2 戦闘機までは国内で開発ができなかったジェットエンジンについても純国産を目指し、2010年に防衛省技術研究本部、現在の防衛装備庁が、これまでアメリカ製の戦闘機エンジンをライセンス生産していた IHI と共に研究開発を進めていたもので、2018年6月にプロトタイプが完成し、XF91 と名付けられて防衛装備庁に正式納入された。この XF9 開発には、その母体となったXF5 というエンジンが存在し、やはり、防衛装備庁と IHI、当時は、石川島播磨重工業によって、
共同研究、開発が進められていた。XF5 は、XF9 と同様に、アフターバーナーを備えたターボファン方式ジェットエンジンで、1995年から2008年まで研究開発が進められ、1998年には初号機が完成、ステルス研究のための先進技術実証用研究機 X に新進に搭載され、2016年4月22日に初飛行に成功していた。XF9 は次期戦闘機に搭載することを目標に開発されている低バイパスヒターボファンエンジンで、開発基本コンセプトはハイパワースリムエンジンであり、ボーイデツトムかつスリムであることを目指している。そのサイズは、現在 F-15、イーグル F-16、ファイティングファルコンに搭載されているアメリカのプラット&ホイットニーの F-100 エンジンとほぼ同じで、空気取り入れ口の直径は約 1M、軸長が約 4.8M とされていて、その推力は通常で 11TF108KN 以上、アフターバーナー使用時で 15TF147KN 以上に達し、タービン入り口温度は1800度以上とされる。この推力性能は F110 の推力を3割ほど上回るとされ、アメリカ空軍の最新鋭ステルス製空戦闘機である F-22、ナターに搭載されているプラット&ホイットニー F-119 と比べても遜色がないと言われている。なお、航空自衛隊が導入を進めている第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2に搭載されているプラット&ホイットニー製の FE-35 はアフターバーナー使用時の最高出力が 191.35KN とえ、F-119 や XF9 を大きく上回っているが、そのサイズは一回り大きくえ、F-35 は単発エンジンである。そのため、双発エンジンの F-15 やえ、普通には単純な推力比では F-35 を上回り、日本の次期戦闘機も公表されているデジタルモックアップを見る限りでは双発であるため、その速度や加速性能などにおいて、F-35 とは同等以上と推定されるのである。ちなみに、ジェットエンジンにおけるアフターバーナーとは、エンジンの排気に対して、さらにもう一度燃焼を吹きつけることで再度燃焼させてより高い推力を得る装置のことを指す。高い推力を得られるため、戦闘機においては、緊急離陸時や戦闘起動の際に用いられるが、大量の燃料を消費するため、長時間の使用はできない。日本政府と防衛省は、この先次期戦闘機の開発については、海外技術の提供が必要不可欠として、戦闘機開発では、先駆者であるロッキード・マーティンの支援を受けて、機体のステルス性向上やアビオニクスなどについて共同開発をするとして調整している。また、エンジン開発については、XF9 を開発した IHI を中心として進めていくことになっているものの、量産によるコスト削減やさらなるコンパクト化と性能向上に向け、ジェットエンジン開発に定評のあるイギリスのロールス・ロイスの協力を得て、共同開発とする方向で話が進められている。現在、ロースル・ロイスはイギリス主導で開発を進めている次世代戦闘機テンペストのエンジンを担当しており、IHI との技術提携で双方の戦闘機に搭載するエンジンのコンパクト化と部品を共有することによるコストダウンを図りたいとの思惑があるという。実際に、これまで IHI とロールス・ロイスは民間企業ジェットエンジンにおいて共同で開発、製造を実行しており、その関係性は良い。XF9 のさらなるコンパクト化に成功すれば、次期戦闘機の機体に余裕ができ、機体全体のコンパクト化のみならず、
兵器搭載量や搭載燃料を増やすことが可能になるなどのメリットがある。ステルス戦闘機にミサイルなどを搭載する場合には敵レーダー並みの反射を防ぐため機体内のウェポンベイの中にミサイルを収容するが、機体に余裕がないと搭載できるミサイル数がかなり少なくなってしまう。といって、従来通りに、翼下や胴体下のハードポイントに吊り下げてしまうと、ステルス性を損なうことになるため、大きな追艦ミサイル、対地ミサイルも搭載できる、広いウェポンベイが望ましいとされているのである。そして、コンパクト化の他にも、水力変更ノズルの開発も進められていて、これは、飛行中に、水力方向を変えることによって、飛行中の軌道に変化をもたらす装置で、これについても、ロースルロイスとの協力で、スムーズに開発が進むと考えられる。このように、今後の成長に、さらに期待が膨らむ、XF9 エンジンであるが、その開発に戦々恐々としている国がある。中国メディアのハッケ号の記事では、中国では、戦闘機用のエンジンとして、宇津奥義15の開発が進められているが、日本の XF9 の開発スピードが非常に速いため、先に実用化される恐れがあるとした上で、XF9 の高性能について紹介し、日本の戦闘機開発技術は、今や、アメリカと肩を並べつつあると、その成長について指摘している。また、もう一つ、日本の高性能な次期戦闘機の出現の可能性について、大騒ぎをしている国がある。海上自衛隊の P-1 哨戒機に、火器管制レーダーを照射する、敵国とも言える韓国では、日本が次期戦闘機を開発したら、すぐにでも、徳島、竹島を奪還に来ると、大騒ぎをしているという。この隣国では、日本の次期戦闘機に対抗して、次期国産戦闘機 F21、ポラメ、若鷹の開発を進めているが、日本より早く、その試作1号機が完成したとして、2021年4月に、盛大に、製造工場からの出庫式が開催された。しかし、完成したはずの機体は、まだ飛行することができず、初飛行は、2022年として、地面を引きずり回して、また工場に戻したことは、もう笑うしかない。この国の国防とは、常に、日本の上を行くということであり、日本が持つ兵器は、韓国も必ず保有しなければならないとして、出雲、型の空母化を意識するあまりに、自国に必要のない軽空母を建造するという。そして、これも、また必要ないと思われる原子力潜水艦を、日本が保有する前に保有したいと、アメリカにわがままを言って困らせるとんでもない、同盟国なのである。中国は、急成長する、この戦闘機分野を警戒しています。日本の底力を、今まさに結集する時期です。韓国は、考えることが、論外の国になり下がってしまいましたね。防衛費は、考えない方がいいですよ。見てくれて、ありがとうございます。
日本の潜水艦任務は極秘ですが、世界一とも言われます。日米での対潜能力は世界でもトップです。そうです。海上自衛隊潜水艦はやしおが、平成10年前艦隊を含めたリムプク、リムパックで、全滅に追い込んだ話を知っているでしょうか。近年、急激な増艦を進める中国潜水艦ですが、まだまだ日本やアメリカには及ばないということです。では、今回、中国潜水艦ともに日本の潜水艦事情も詳しく見ていきますね。急激な潜水艦の精度は上げることはできないし、潜水艦にはオトモンがあり、中国潜水艦は特徴がありすぎるんだけどな。昨年2020年6月、鹿児島県奄美大島沖の日本の接続水域内を潜航したまま、航行する中国海軍所属と思しき潜水艦を海上自衛隊が発見、追尾する事態が発生し、大々的に報じられた。国際法上からは、外国籍の艦艇が他国の接続水域を先行航行することまでは、禁じられてはいないのだが、無用な衝突を防ぐため、通常そうした行為を、あえて行うことは控えているのが現実だ。定義上は、ある国の領土から 22km 先までの海域が領海であり、その子から先、さらに 22km までが接続水域、その外側が排他的経済水域とされており、いわば中間の海域である。この件で中国海軍ものと思しき潜水艦の目的が何だったのかを考えると、最も合理的だと思われるのは、このところ、艦艇数を増強し続ける中国海軍が、自軍の能力を試したものとみる解釈だ。すでに収益させている潜水艦の数的には、戦略型の原子力推進型から、通常動力型の攻撃型潜水艦まで64隻を数えるとみられている中国海軍が、日本側の能力を探らんとした可能性が高い。しかし、中国側の予想をはるかに上回った海上自衛隊は、P3 や P1 などの、対潜哨戒機や護衛艦、加賀、などを投入し、容易にこの行動を、探知してしまったというのが実情だろう。もちろん、中国側は、このような不名誉な結果に終わったことを公に認めることもなく、その真相は今のところ確かめる術もないが、一応国籍不明としながらも日本政府が探知した事実のみが残った。この点だけを捉えて、日本側が探知に成功したことで軍事的に優位にあるかといえば、潜水艦、水上戦闘艦の総数的にはあくまで劣勢であり、飽和攻撃を覚悟されれば以前危ういだろう。2020年のアメリカ大統領選挙でバイデン政権に移行したこのタイミングを見計らったように、中国は台湾や尖閣諸島方面に向けた軍事的な圧力を依然として高めており、危機感は増している。日本や台湾に向けてだけでなく、この2021年1月にはフィリピン沖を、航行中だったアメリカ海軍のセオドア・ルーズベルトを中核とした空母打撃群にすら、戦闘機や爆撃機を向かわせる行動をとった。一説には、これは、
セオドア・ルーズベルトに向けた対艦攻撃を模した。中国軍の訓練だったとも伝えられているが、個々の航空機や兵装では、劣ると見られる中国軍が自信をつけてきた少佐だろう。尖閣諸島に向けられた先兵たる中国海峡局は、今やアメリカの沿岸警備隊を凌駕する世界一の艦艇保有数を誇り、日本の海上保安庁では、対峙が厳しいほどの準軍事組織に変貌している。中国がその気になれば、尖閣諸島への上陸は容易であり、日本側も、いざという場合に備えて、陸上自衛隊に水陸機動団を発足させてはいるが、一度上陸を許せば、奪還は非常に困難となるだろう。そのため、中国側の艦艇の尖閣諸島への接近阻止こそがまず第一の優先事項になると思われるのだが、昨年進水した太平洋、加えて、ようやく当面の目標であった22隻の潜水艦体制が鍵と言えよう。対潜哨戒能力は、これまで見てきたように、高水準なレベルを持つ。海上自衛隊だが、中国のように、数に物を言わせた侵攻を起とされた場合、防ぎきれるのかは、何とも断言しがたい。日本も中国も、昨今の例に漏れず、近代的な海戦での実戦経験は、ほとんどないが、軍事上の事例としては、1982年に発生した。フォークランド紛争を、両国の関係者、共に研究していると言われている。ご存知のように、フォークランド紛争はイギリス領である。フォークランド諸島をアルゼンチンが吸収、一旦占領したものの、イギリスの反撃によって奪還され、終了を見た戦争だった。この当時から、中国は、アルゼンチン側を支持していた国の一つであり、香港の返還を控えていたこともあり、イギリスに対して非常に強硬な姿勢で対峙していたことでも知られている。2000年代に突入しても、アルゼンチンはフォークランド諸島の領有を未だ志向しているが、これにも中国は賛同の意を続けており、逆に、アルゼンチンは、南シナ海の中国領有の支持を表明している。こうした両国の利害関係の結びつきは、2015年には、中国の建造する、056型コルベットを、アルゼンチンが購入を決め、その他に戦闘旗や、歩兵戦闘車などの兵器輸入でも、拡大が続けられている。最終的に、フォークランド紛争は、イギリスの勝利に終わったものの、艦艇の損害数を考慮すれば、同国の方が、大きな損害を被っており、一方的な勝利とは言いづらいものだった。具体的には、アルゼンチン側が、一隻の巡洋艦を失ったのに比して、イギリス側は、二隻の駆逐艦、二隻のフリゲート艦、一隻の揚陸艦等を沈められており、むしろ艦艇の損害では上回ってさえいた。現在のイギリスは、仮に今フォークランド紛争が勃発するとしたならば、中国からの兵器調達で増強されたアルゼンチン側に勝利することは非常に困難だと認めている。